iPhone 5S を手にしてからほぼ1ヶ月が経ちましたので、この1ヶ月を振り返って、この 5S がですね、5からどう変わったかということのレビューをしてみたいと思います。1ヶ月使ってみてですね、改めて思ったのはですね、このタッチセンサータッチ ID というですね、この指紋認証センサーがやっぱ非常に便利だっていうことです。一旦これにですね、やっぱり馴染んでしまいますと、なかなかですね、元のものに戻れないぐらいに、やはり、これがですね、5S の一番大きい特徴ではないかなというふうに思います。で、これがまず、一番のですね、大きな変更点の一つ、私がですね、やはりこれ便利だなと思ったことの一つです。それから日常的に使っていて、この1ヶ月ですね、これがやっぱ便利だなと思ったもう一つの点は、このプラチナバンドと言われるですね、800MHz 帯の LTE にこの 5S からですね、対応したということです。よくですね、この 5S などを購入する際に、ソフトバンクがいいですか、au がいいですか、それともドコモがいいですかっていうようなことをですね、聞かれることがあるんですが、これはですね、どこに住んでいるか、あるいは自分がですね、どこに通勤通学しているかっていうことと非常に関係があると思います。私の場合には比較的ですね、ローカル線をですね、電車で行き来したり、そして少し田舎の方にですね、住んでるんですけども、この 5S になってから、ほとんどですね、そういうローカル線でも LTE でカバーされててですね、これはもう、5S のによるですね、変化を痛感しました。これまで 3G でしか接続しなかったところもですね、ほとんど全て LTE でカバーしてます。それから地下鉄の中とかですね、それから建物のエスカレーターの中とかですね、そういう中でも LTE はきちんと回り込んでくれますので、やはりその LTE の使用範囲、適用範囲のですね、大きさというものはですね、非常にありがたいなというふうに感じています。それからですね、この 5S になってから変わったハードウェア的な側面はですね、一つはこのカメラ機能が向上したということで、このライトがですね、良くなってますので、暗いところでの撮影はですね、良くなったと思います。で、普段ですね、あんまり気づかないことなんですけれども、5になくって 5S からですね、新しく搭載された機能にですね、M7 高プロセッサーというものがあります。これについてですね、少しだけ説明をしてみたいと思います。このですね、 iPhone の中には主要なプロセッサーとしてですね、 A7 という非常に高機能になったですね、プロセッサーが入ってますけども、この 5S からそれを補助するですね、モーションプロセッサー、モーションコプロセッサーと言いますけども、M7 というものがですね、それに合わせて搭載するようされるようになりました。で、これですね、iPhone の中身なんですけども、ここにですね、バッテリーがあって、この裏をめくるとですね、A7 という中心的な働きをするプロセッサーと、それから、モーションコプロセッサー M7 がですね、ここに入っています。で、この高プロセッサーはですね、この M7 という高プロセッサーは、ジャイロスコープとか加速度センサーとかですね、コンパスなどを統合して、このデバイスとかユーザーのですね、動きをトラックしながら、それを記録、自動的にですね、記録する機能を持っています。このメインのですね、プロセッサーである A7 で、そういったことを制御すると、非常にその、バッテリーを食うことになりますので、そうではないですね、それを補助する M7 を使うことによって、プロセッサーの、電力のですね、消費量を抑えて、こういったモーションのですね、トラックができるようになっています。で、これはですね、その M7 に対応したアプリの一つなんですが、こういったものがですね、どんどん出てくるようになってきています。これは M7 歩数計というもので、
まあ、まだM7 にですね、特化したアプリっていうのは数えるぐらいしかないんですが、これからですね、増えてくる可能性があります。例えばランニングとかですね、それからこういう歩数計のようなものが多分その一番、近いものだと思うんですけれども、これはですね、実際のこの歩数をですね、表していまして、例えばこの私がですね、普段使っている、まあ、これオムロンの歩数計なんですけども、こういうものとですね、まあ、かなり似たような、近いようなですね、機能を果たすことができるようになっています。でこの特徴は、主要、A7 というですね、メインプロセッサーを、まあ、使わずにですね、非常にその省電力でバックアップでですね、すべてのこの記録を取ることができるということで、これからまあ歩数計、ランニング系のですね、アプリにですね、採用されることが、にですね、期待されると思います。で、これまでもですね、こういった歩数計とかランニング系のアプリというのはたくさんあったんですが、メインプロセッサーをですね、使ったり、それをバックグラウンドで働かせるために、かなりですね、まあ、電力消費が激しかったという側面がありますが、これでですね、大きく変わることになります。で、まあ、こういうですね、ものが出てきて、設定画面もですね、5S の中で、こういうですね、設定画面の中で、プライバシーというところがあります。で、このプライバシーの中に、5S からですね、このモーションアクティビティという項目が、追加されて、ここをですね、開きますと、例えば M7 歩数計、こういったモーションアクティビティに対応したアプリが、ここにこうずっと列挙されて、そしてそれぞれですね、アクセスを許可するかどうかっていうことが見れるようになっています。まあ、こういうですね、M7 に対応したアプリをですね、5S では使えるようになりますので、まあ、こういうものがですね、どんどん普及してくると、5S ならではのですね、特徴というものを、こう感じることが、よりできるようになってくるのではないかなと思います。